パトリック・マッケンローは、アメリカ・ニューヨーク州、マンハセット出身の元男子、プロテニス選手。1980年代の男子テニス界をリードした、名選手、ジョン・マッケンローの実定である。1989年の、全仏オープン男子ダブルスで、ジムグラブと組んで優勝した。自己最高ランキングは、シングルス28位、ダブルス3位。 ATP ツアーでシングルスは一勝止まりだったが、ダブルスで1989年全仏オープンを含む16勝を挙げた。マッケンロー家は3人兄弟の家族で、ジョンは長男、パトリックは末っ子の三男である。パトリックは1984年2月、17歳半の時に WCT リッチモンド大会のダブルスで兄のジョンと組んで、 ツアー初優勝を挙げた。この後1984年全仏オープンのジュニア、男子ダブルス部門で、ルーク・ジェンセンと組んで優勝し、続いて、ウィンブルドンと全米オープンで、男子ダブルス一般の部に初出場している。パトリックはしばらく、アマチュアテニス界に留まり、兄と同じスタンフォード大学に進学した。 スタンフォード大学の学生テニス選手として、1986年から1988年まで、NCWA テニス選手権の男子シングルスに3連覇を達成し、大学を卒業した1988年から、プロテニス選手の生活に入った。プロ入りした1988年は、全米オープンの混合ダブルスで、エリザベスス・スマイリーとペアを組んだ準優勝がある。 最初のチャンスを阻止した相手は、ジム・ピューと、ヤナ・ノ・ボトナのコンビだった。1989年に入ると、ピー・マッケンローはダブルスで、ジム・グラブとペアを組む機会が増え、このコンビで、全仏オープン男子ダブルス優勝を飾った。二人は、決勝で、マンス・ウルバー・ラミアンド、エリック・ビノグラツキグ組を6から4、2から6、6から4、7から6のスコアで退けた。 ピー・マッケンローとグラブは、年末の男子ツアー最終戦、マスターズ・ダブルスでも決勝に進み、ジョン・フィッツ・ジェラルドアンダース・ヤリード組を7から5、7から6、5から7、6から3で破って優勝した。しかし、二人は1990年、全仏オープン男子ダブルス準決勝で、ご覧にはニセビッチ&、ペトルコルダ組に2から6、6から2、 3から6で敗れ、全仏ダブルス連覇を逃してしまう。1991年の全豪オープンで、パトリック・マッケンローは、シングルスの準決勝に進み、男子ダブルスで、デビッド・ウィートンと組んで、準優勝した。男子シングルス準決勝では、第2シードのボリス・ベッカーに7から6、4から6、1から6、4から6で敗れ、ウィートンとの男子ダブルスでは、 スコット・デイビスデビッド・ペートに7から6、6から7、3から6、5から7で敗れた。これが彼の4大大会シングルス事故最高成績である。4年後の1995年、彼は1月初頭のメディバンク国際オーストラリアでシングルス優勝を果たし、全米オープンでシングルスのベスト8に入った。この準々決勝でも、 ベッカーと顔を合わせ、第2第4セットの3連続でタイブレークを戦った末に4から6、6から7、7から6、6から7のスコアで競り負けた。彼はキャリアを通じてシングルスよりもダブルス分野の方に好成績が多かった。P ・マッケンローは日本のトーナメントでも2度の男子ダブルス準優勝があった。1994年4月のジャパンオープンでは カナダのセバスチャン・ナルートペアを組み、スウェーデンペアのアンダース・ヤリードヘンリク・ホルム組に。6から7、1から6で敗れた。1995年10月の成功スーパー、テニスでは、彼のパートナーは、スイスのヤコブラセクで、決勝戦で、オランダペアのヤッコエルティンポール・ハーフース組に6から7。4から6で敗れて、準優勝になった。 成功スーパーテニスは、スポンサーの撤退により1995年度が最後の開催になり、マッケンローとラセクは、同大会最後の男子ダブルス準優勝者となった。パトリック・マッケンローは1998年、全米オープンの男子ダブルス2回戦敗退を最後に、32歳で現役を引退した。2001年から、男子テニス国別対抗戦。 デビスカップのアメリカチーム代表監督に就任し、就任7年目の2007年に米国チームを1995年以来12年ぶりのデビスカップ優勝に導いた。彼は2010年でデハイアメリカチームの監督を退任し、全米テニス協会でも選手育成部の部長として活動している。ありがとうございます。